もうこれみんなわかると思うんで、夜の世界行った人だってわかると思うんで、なかなかならんすよ、全店舗できんってね。あなた運がいいんだって。はい、ということでね、次行きましょう。ハングルメダルさん、いつも、これでハングルメダルさん、でも一日ね、これ僕が、なんか、ひいきしてるんじゃないかと思いがちですけども、ハングルメダルさんね、多分ね、一日30通、40通ぐらいは、ジジマカロン、投稿してくれてるんで、はい、ハングルメダルさん、ありがとうございます。ということでね、行きましょう。ああいうの高橋のぼるかが、香川照之について言及していました。彼は薬物で逮捕歴があります。感想はお願いします。高橋のぼるって僕なんかいまいちいいイメージないんですけどね、顔あんま覚えてないんですけども、香川照之のことを言えるのかどうか、ニュースになってるかね。わあ、老けたな。ちょっとこれ多分これですね、ハングルメタルさんの言ってるの。高橋のぼる、誰のあれでしたっけ、誰かの旦那さんでしたよね。あ、高島玲子さんでしたっけ。高島玲子さんか。そうかそうか。高島玲子、はいはいはい。なんか、違うわ。なんか AV の人と、AV の人と付き合ってませんでしたっけ。ちゃうか。なんか、もともと AV 女優の人と、セクシー女優の人と付き合ってから高島玲子じゃなかったですかね。ちゃうかったかな。なんかそんな話が、ちょっとね、うろ覚えで覚えてないんですよね。ちゃうかな。なんかもう全然覚えてないですよね。高島玲子最高にあったんですよね。ちゃうか。あ、そうそう、相田桃。懐かしいな。そうそう、相田桃さんね。そうですよね。そうそう、なんか最初のね、奥さんが相田桃さんですよね。まさに僕らの時代の、女優さんですね。で、高島玲子さんと結婚して、で、その後、離婚か。薬物で離婚ですかね。ちょっとあんまわからないですけど、はい。なんか老けましたよね。行きましょうか。はい。高知昇る、これね、昇るがよくわかんないですよね。芸能人の醜聞に言及。痛い目に遭うまで変われない人間が不祥事を起こす。まさに俺。あ、なんか、自分のキャラわかってますね。はい。俳優の高知昇る、57歳が、4日ツイッターで、57歳なんですね。芸能人の不祥事に言及した、自分も薬物依存などの問題を起こしていた高知は、芸能人の不祥事が起きるとこれまでに変われるチャンスはあったと言われる。確かにそうだ、痛い目に遭うまで変われない人間が不祥事を起こすんだよなと指摘。まあそうですよね。まあそれは人間誰でもそうなんですよ。別に芸能人じゃなくてもね、変われるチャンスで誰でも会うんですけども、痛い目に遭うまでね、わかんないですよ。それはこれ誰でもそう、別に芸能人だけじゃないですよ。こうした自身の指摘に、まさに俺はなぜ変われなかったか自己分析すると、1、俺は大丈夫と傲慢になっていた。2、上の人間の顔色は見るけど他者への共感性が低い、こんな感じだななどと自己分析してみせた。最近の世間を騒がせる香川照之のセクハラ行為の不祥事に思うところがあったのかもしれない。あ、多分でもこれ別に香川照之の話一切言ってないですよね。無理に結びつけてんのかな。まあでもまあそれについてツイッター言ったんですかね。まあでもそうかもしれませんね。火曜日はインスタグラムで質問コーナーやってるよ。ちょっと待ってくださいね。感想はクリクエストですよね。えらい、でも顔が変わりましたね。ちょっと顔がね、変わってなんか僕の昔知ってるような感じじゃないんですよね。いや、AV 女優じゃなくてね、確かこれね、世に出てる情報かどうかわかんないですけど、AV のスカウトマンのはずですけどね、確か。これ世に出てます？受け入れたりとか書いてます？確かそのスカウトマンやったと思うんですけどね。はい、あ。書いてるかな。いやー、ちょっと目が良くないんやな。目が良くないんすよね。まあ、皆さんも見てもらったら分かると思うんですけど、目がね、まあ、メンソを見る人って、きっちり目の色とか、白目の色とかですね、この、目の、なんていうんですか、充血とかも見るんですけども、形と一緒にね、目が良くないんすよね。これよく分かってもらえると思うんですよね。まあこの1枚だけで判断すんのは難しいんですけども、やっぱこのままもしこのままの目だったとしたらですね、このままの目だったらやっぱりこう見ますね。僕らは見ますね。まあきっちりね、ここら辺にもね、横もも入ってるし、この上ですね、美ももちょっと入ってるんで、やっぱり良くないかなーっていう、感じで、目の色もきっちり見るんですよ。なんでね、良くないんですよね。口元もね、いやー、どうなのか、昔で見た方がいいかな。昔の方がいいかもしれませんね。今ちょっと顔もなんか膨らんでるんで、はい。まあ、池おじやと思うんですけども、
なんかね、それこそこの本当にね、捕まってしまうんで、後出しみたいになってますけども、これ非人道的ですね、道徳とかモラルに欠けるタイプの、感じと、あとは健康運ですね。はい。健康運が著しく悪いなっていう、感じで、これ57歳とかでしたっけ、さっき言ってたのが、なんか全部に対して良くないなと思いますね。まあこの人がこのまま来たら病院とか検査行ってるとまず一言目で僕は相談者というかですね、来た人に声かけますね。最近その検査とか行ってますっていう風に言いますね。でまあ、ほうれい線とか見るんですけど、ほうれい線ね、右ですね、こっちから見たら左なんで、右のほうれい線はそんな悪くないんですけども、左がですね、ちょっと口元に寄っててですね、ここら辺がちょっとよくないんですよね。これも健康運も悪いんで、もう酒とか飲んでるのかもしれませんね。何しろその、よくないなーっていう感じの、まあイケメンはイケメンなんですけどね。まあ耳はそんな悪くないですね。耳はそんな悪くないな。実力以上の、仕事ができるタイプなんですけども、この顔だと、健康運が非常に良くないと、もうちょっと若い時に見た方がいいかもしれませんね。悩み相談はマカロンまで。いや若い時もっと悪いな。何歳の時だろうな。これ若い時の写真ですね、多分。若い時はね、結構この、今と違ってですね、顔面相が、はい、ちょっと違うんですけども、これは本当ね、もうイケイケタイプ。はい、もう来てわかる、すぐわかるタイプでですね、まあ、怖いもの知らずというか、893の射程とかですね、若いのに多い感じですね。この時は、ちょっと天狗にもなってるし、はい、もう表情ですぐわかりますよね。天狗にもなってるし、まあ、高島礼子さんのようなね、綺麗な人をこう、奥さんにしてるんで、まあ、あとまあ、ちょっと黒光りもしてますしね。おそらくね、見た感じで言うと、腕っぷしとかにもですね、はい、自信がありますし、まあ、その失敗とか怖がってない感じですよね。これ、俳優やってなかったらね、ちょっと、そう、極道とかちゃうのという感じの怖い状態ですね。これ本当にもう、極道の女たちの一場面かっていう感じの、はい、状態ですけどね。高島さんもね、やっぱここ、極妻感がありますからね。この時は本当に、なんか怖いものとかは知らなかったし、怖いものもなかったんじゃないですかね。と思いますけどね。なんで、今の方がやっぱまだマシですね。この時よりも、まあ、ちょっとね、健康状態は良くないんですけども、はい。若い時よりはまだちょっと柔らかくなったというかね、面相がマシになってますね。ちょっと大人しくなったかなっていう感じはしますけども、なんかその、大人になったというか、自制しているのか、その大人しくなってるのは、例えばなんかその、酒の力とかね、そういうよからぬものの、力を借りて、大人しさを保ってるのかがわからないんでちょっと怖いんですよね。なんかこう、健康運がだいぶ悪いかなっていう感じがするんで、何かね、持病があるのか、病を患ってるのかが心配になりますね。そこの部分だけですね。もうそのね、50何歳なんで、もうこっからやんちゃとかはね、さすがにない気がするんで、と思うんですけどね。そう、よからも、やめてなかったら悲しいですよね。なかなかね、はい。健康は見るときやっぱね、全体見るんですよ。顔の膨らみとかね、むくみ、顔の色、あとは、目の色、あとはシワとか見るんですけども、これもね、ほんともう長いこと見てたらね、一発でわかるんですよ。はい、これがもう面相読みとかのファーストインプレッションの大事さで、ほんと感覚的なもんですね。感覚的なもんで、わかるときはすぐわかるんですよね。まあでもね、これまあ、写真なんでね、一つ言うのは写真なんで、いつの写真かわからないですし、そこがこう難しいところですけども、今この、この状態のですね、高橋昇さんが今ちょうどですね、僕の元にクライアントとして何か相談来たんだったら、すぐ病院行ってと言いますね。はい。そこら辺を言いますか、やっぱりね。まあこれはね、本当に写真1枚なんで、これがたまたま悪いとかですね、光とかもありますからね、カメラの。その時の光源とかもあるんですけど、まあ、このままだったらだいぶと、やばいとは僕は思いますけどね。まあ、せめて検査にね、はい。
案外ね、病気とか健康っていうのは、一番むしろ見える方で、はい、そう、だってね、その、超能力者とかじゃないんで、来てね、まあ、この仕事っぽいかなってわかりますけども、仕事とかですね、やってることとか、そんなん 100% わかるはずもないじゃないですか。でも、病気はまあまあ、当たります。当たるというか、何回も感謝されたことありますね。すぐ病院行ってって言って、うん、なんか見つかって、はい、手術して助かったとか、それが一番、僕の人生で役立ってると思いますね。なんでまあ、僕はその辺が気になるかな。もうね、お薬系はね、都市的にやってないと思うんですけど、まあ人間何かあるか分からないですからね。ツイッター、フォローしてね。っていう感じですけど、はい。まあ、うん、香川さんはね、まあ今、擁護のね、なんかコメントみたいなの増えてますけども、はい。まあ、高知さんの言う、さっきの話が結構あってですね、うん、高知さん言ってましたよね。これまでに変われるチャンスがあったけども、変われない人が多いって言ってましたよね。これですね。痛い目に遭うまで変われないのが人間不祥事を起こすんだよな、指摘してますけども、おっしゃる通りですね。なんか今は争点になってる部分がですね、香川さんの事件がですね、なんで3年前、なんで3年前って言いますけども、一切関係なくて、はい、確かにあの事件、はい、ホステスさんが、そういうことをやられたのは、あの写真も3年前かもしれませんけども、まあ明るみになったのは最近じゃないですか。はい。で、僕昨日言いましたけども、ね、東京の人にいろいろ事情を聞いたらですね、もう2、3ヶ月前とか3、4ヶ月前も、なんかそう、髪の毛引っ張ったりとかしてたって言ってたんで、要するに、見つかったから今やめてるわけですよね。これ、いつ見つかったんですね、香川さんで。ここ1週間ぐらいですか ?8 月30日とかそんぐらいですか。確かに8月30日以降はやってないかもしれません。でもあれが3年前とか関係なくって、あれが見つかってない、3、4ヶ月前は、その東京のあの飲み屋の人が、ビップで髪の毛引きずり回してたって言ってたんで、はい。だから、うん、結局やっとるやないかいって話なんですよ。ニュースになって、写真撮られてる一件は、うん、その3年前かもしれません。だからなんで3年前のことを言うのみたいな話になってるかもしれませんけども、あれが明るみに出てなかった数ヶ月前までは同じことしてるわけですから、そこが問題ですよね。だから僕はあの一件のことどうこう言ってるんじゃなくて、結局そういうマインドの人間でしょっていう話なんですよね。なんかまあ引っ張るのが趣味なんでしょうね。うん、まあ性癖じゃないですか。なんでまあそう、東京の人はそういうこと言ってたんで、飲み屋の人たちね、聞きに行ったら。そう。今やらんくなったのはこの数日だけでしょ。確かにもう今やってた気違いですよ。うん、もうこの事件になって、こんだけね、明るみで写真出てんのに、うん、まだ今日も昨日もやってたらもう気違いですよ。でも、これがやめたのは、明るみになってですね、週刊誌に出たからやめただけでですね、あれが出てなかったらずっとやってたでしょと。あれが出てなかったら今日も、おとといもやってたでしょって話ですよ。だからそれが問題なんですよね。だからあの事件のが、3年前に起こった。なんで3年前のことを今ぶり返して言ってるのかとか、はい、そこが大事なことじゃなくってですね、うん、普段やってたことの、たまたま写真撮られたのがあの3年前の、あの日だったということだけですよ。で、なんで3年前ぶり返すのみたいなことをみんな言ってますけども、それがこう争点でもなんでもないんでね。っていう感じで。まあ、バレなかったらずっとやってたでしょ。だからもうそういうことをやらないようにって話ですよ。それだけの話ですよ。だからもう言ってますよね、他の人もね。女性スタッフにも手を出してたとか。で、まあ、他のクラブ、ガーシーさんもね、フォローしつつ言ってますよね。赤坂の、ラウンジ、麻布のラウンジか。全部出来になってたら言ってますよね。なんで出来になるのかっていうのは、そういうことやってるから出来になるんですよ。うん、あ、もう毎日やってた積み重ねの、たまたま写真撮られてたが、3年前のあの日だったということですよね。詐欺師の報告は気づこうかいまで。あ、そう、僕なんでかばうのか意味わかんないんですよ。ガーシーさんなんかフォローしつつね、全店舗できになってるとか言ってたんで、いやいや、じゃあなんでできになってんの、全店舗できになんねんって話ですから、そこが話的におかしいんですよ。なかなかないですよ、全店舗できになってるやつ。そう、アッジさんの言うように、明るみに出てなかったら、そう、今日も明日も来年も、彼が生きてる限り、彼が元気に飲みに行く限りはですね、みんな髪の毛引っ張られるわけですよ。ブラジャー取られて、ね、胸を触られるわけですよ。だから、ちゃんと明るみに出しとかないとダメですよ。なんでそこまで出来になってる人間を僕がかばうかよくわかんないですよね。なかなかならんすよ、出来に。で、ガーシーさんの話、本当ですからね。ガーシーさんの話が、全部、本当とは言いませんけども、あそこら辺のラウンジとかクラブとか、全部できん、全店舗できんなってんのはほんまの話ですからね。なかなかないですよ。
僕の、正直元89さんの、現反社みたいなやつでも、出禁になってんの歌舞伎町の1店舗だけですからね。はい、本当それ本当にあのザ反社です。ザ反社で元89さんですよ。元組にあの入ってた人間ですよ。そんな人でも出禁は、歌舞伎町の1店舗のキャバクラだけなんですよ。はい、だからあのガーシンさんの言う全店出禁っていうのはどれだけひどいことかっていうのがあの分かってほしいと思いますね。だって僕の知り合いはあのキャバクラで暴れて、店をですね、半分破壊したんですよ。なんでも出禁になって当然なんですよ。でもその1店舗だけなんですよね、出禁って。本当にまあ別にその友達は今も、麻布のラウンジ、銀座のクラブ、歌舞伎町のキャバクラ、六本木のキャバクラ、もう別に全部入れます。でもその1店舗だけは確かにできんです。なんで要するにそんなことをした人でもですね、あの1店舗のできんですからね。まあそれもね、店もちょっと悪かったんですよ正直。全然買うわけじゃないですけど、でもこれ本当の話でね、その1店舗だけできんです。はい、でなんでまあ弁償もなかったんですよ。うん、もう店も悪かったからもう弁償もいいと、ただあの出禁にさせてねっていう感じで、はい、あの出禁になったんですよ。本当に店半分壊しましたからね。はい、でも言うてもそれ結構知れ渡ってますけど、その店のみ出禁っていう、で他は全然、北海道から沖縄まで、はい、どこの店でも入れますっていうことなんで、あのガーシーさんの言う全店出禁っていうのはどんだけひどい人間かっていうのをよく分かってほしいですね。あの一件がどうこうとか、あの3年前の写真がどうこうとか関係ないですよ。もうこれみんなわかると思うんで、夜の世界行った人だってわかると思うんで、あのなかなかならんすよ、全店舗できんってね。これ本当に多分ないっすね。はい、ということでね、高知昇さんの、はい、感想枠でした。はい、まあ高知昇さんね、ちょっと健康に気をつけて、はい、本日のテーマのような話から悩み相談、疑問、質問、意見など何でもマカロンからお気軽にメッセージを送信してください。生配信はミルダムと占い師ケンケン TV 見逃し配信チャンネルというサブチャンネルをメインでやってます。傷公開は詐欺師や霊感商法をしている悪人の情報を随時募集してます。 Twitter はチャンネル最新情報、 Instagram では火曜日に質問コーナーをストーリーでやってます。動画の高評価、チャンネル登録、各 SNS のフォローをよろしくお願いします。占い師ケンケン TV を見てトラストリテラシーを高め、一緒に運気を上げていきましょう。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。